アメリカのバイデン大統領がすべての連邦政府の職員に新型コロナウイルスのワクチン接種を義務付ける方針を決定したと CNN テレビなどが27日、報じましたバイデン大統領は会見ですべての連邦政府職員へのワクチン接種の義務化について検討中と答えていました。 デルタ株のの拡大にに伴うう新規感染者の増加を受けた措置で、で29日に正式発表すす。る見通しということいこまたアメリカの CDC ・疾病対策センターは27日、ワクチン接種後は大半の場所でマスクは不要としていましたが感染リスクの高い地域ではワクチンの接種を完了した人であっても屋内の公共の場でマスクの着用を推奨する新たな指針を発表しました。